利根坂にて義景と決別を果たした光秀は信長と共に近江へ向かい、浅井長政の本拠小谷城を包囲する。もはや頼るべき盟友もなく、孤立無援の窮地に陥った長政に対し、信長は最後の降伏勧告を行う。しかし長政は勧告に応じず、浅井家に嫁いだお市も織田家に戻ってこようとはしなかった。長政の覚悟に応えるべく、天下一新を推し進めるべく、信長と光秀は浅井との大一番に臨む。小谷城の戦い。やはり長政殿に降伏する気はないようだ。もう長政を討つしかねえってことか。お市と権六殿はどうするんだ。長政に加担するならば討つほかあるまい。様子はどうだ美月。ダメだ、二人ともこの前より思い詰めた顔してる。俺がやってきたことは本当に親父のためになってんのかな。俺たち忍びはきっちりと任務をこなすだけだ。それを積み重ねてりゃいつか織田殿も笑顔になるさ。そうだよな、ありがとう桃地さん。使命を果たす。一丁手柄を立ててくるか。浅井をこの地で滅ぼす。二手に分かれ本丸まで進軍するぞ。長政と俺の覚悟を示す。天下一新、阻ませはしない。親父たちに遅れないよう俺たちも進もう。邪魔する奴らは蹴散らしてやる。砦の制圧なったよ。進軍を再開する。さて景気づけに火をつけて進むか。先に目障りな敵兵を始末するぞ。ついに織田勢が攻めてきたな。俺は絶対に負けない。よし一度下がるぞ。敵を迎え撃つ準備に入る。兵を指揮する俺と信長殿いずれが引いても、この戦敵方の勝利と心得よ。圧勝して浅井に力を示さねえとな。味方の戦力がそがれないよう気をつけねえと。俺に任せる。敵兵はあらかた片付け。よし砦に火をかけろ。開門。敵だ。よしぶっ飛ばす。開門。あの砦だ、不自然に門が開いているな。探りを入れるべきか。もっと派手に燃やしてやろう。登録兵を出せ。開門。俺に任せろ。おいらの出番だ。まだ出る時ではないが、かかれ。他にも手頃な砦があるぞ。じゃんじゃん燃やしていくぞ。押し込ませていた忍びがカンパされた。さすがは兄様ね。よしあの砦を閉めるぞ。少しでも親父の役に立たねえと。この砦を落とすのが我らの役目。ご助力を願いたい。こんにゃろめ。砦は落とせたな。忍びのみんなはここを拠点に使ってくれ。やっちまうぞ。
クール君、夢のため、俺が食い止める。打ち尻。打ち尻。俺に任せて。よし、この間な。気をつけろ。開門。織田の軍勢が近づいてきた。これ以上進ませるわけにはいかない。開門。開門。よし、このまま本丸までかけよう。援軍を呼び込むのに手頃な砦だ。急ぎ落としてしまわねば。打ち尻。打ち尻。これより我らも参戦いたす。承知した。ここは絶対に通さない。兄様の思い通りにはさせないんだから。一、無事か。俺も共に戦うぞ。手柄はもらった。長政様、うん、敵を押し返そう。やはり二手に分かれて攻めてきたか。地の利は俺たちにある。敵の背後をつけ。こんやろめ。開門。やっちまうぞ。手の内を読まれていたか。別動隊が危ない。火星に向かわなくては。承知した、承知した。私は諦めない。必ず兄様に勝ってみせる。俺に任せて。さすがに強い。だがまだ負けたわけじゃねえ。抜けてみろ。開門。本丸への道が開いた。進軍するぞ。いずれいざ参ろうぞ。敵の増援は北へ向かったか。我らは迅速に本丸までの道を確保するぞ。開門。合点承知。打ち尻。行くせる。目の全てで。浅井勢の戦意は衰えぬ。だがここが正念場だ。ひるまず進め。開門。おいら、そうです。承知した。その強さ、高潔さ、ああ我が世に欲しい。フルはなんだか。敵将、オイラが討ち取った。聞かせていただこう。俺はまだ強くなれる。敵将、切り伏せた。叶う相手ではなかったか。抜けてみろ。皆の者、織田勢を通してはならぬぞ。刃を受けろ。やった。天下無双、それほどの力が俺に。敵将、切り伏せた。悔しい。ここまでか。開門。オイラの出番。承知した、承知した。よっと。くらえ。相変わらず腕が立つな、光秀。打ち尻。
よ。これでいい。すぐに本丸へ進むぞ。一、お前は逃げろ。これ以上俺に付き合う必要はねえ。長政様の志は私の志でもあるんだよ。自分の心を偽るなんて私にはできない。姫、俺も最後までお供しましょう。帰ろう。信長殿の足を引っ張るわけにはいかない。速やかに進軍せねば。討ち死に。討ち死に。俺に任せろ。合点承知。俺はまだ強くなれる。開門。本丸までの道は開けた。気を急ぐ。目には指一本触れさせん。おいらの出番だ。船が戦場に立つ限り俺は全力で守るのみ。柴田の旦那、おいつ様を守るのが仕事なら織田に戻るよう説得してくださいよ。姫が己の意志で決めたこと、手柄はもらった。俺がとやかく言う。承知した。思いは。へっさらに精進せよ。引かない。絶対に。俺が倒れても悔いはない。全力で兄様たちを倒す。残るは長政のみ。行くぞ。開門。これはあんたに下る気はねえ。絶対にだ。どこまでも愚直なやつだ。長政、ここで決着をつけさせてもらうぞ。光秀、俺の全てで。お前もようやく腹をくくったようだな。ならば遠慮なく行くぞ。お互いに己が信じる正しきことのため全力で戦う。長政殿。吉川様、勝家、俺は最後まで抗ってみせる。ここまでか。しまいだ、浅井長政。その目、やっぱり変わったな、あんた。所詮は歌方の夢か。長政殿、俺は。言うな、光秀。わかってる。正真正銘、俺の負けだよ。だがな、どんだけ強かろうが、義に戻り身勝手に多くの命を奪ったあんたを俺は絶対許さねえ。鬼畜生に気づける天下は花一つねえ地獄だけだ。
因果応報、ろくな死に方しねえよ、あんた。ああ、忠告、痛み入る。ちくしょう。秀吉殿、先ほどはなぜあのような口添えを。身内とはいえ処断をせねば周囲に示しが。勘違いすんな、別に情けをかけたわけじゃねえ。ただ使える手駒は残しとくべきと思っただけだ。この織田にでの一戦を経て織田の名はより一層広く天下に轟いたに違いねえ。オイラたちも一層気を引き締めねえとな。使えるもんは何でも使ってのし上がってやろうぜ。ああ、天下一心、俺の刃はそのために。よう、またしょげてんのか。美月、桃地さん、親父変わっちまったよな。昔の親父なら血のつながった妹にあんな冷たいこと言わないはずだ。はは、何を言ってんだ美月。実の弟を殺した男が身内に優しいわけねえだろ。え？弟を殺してその子供を忍びの里にこそこそ捨てるやつだ。裏切った妹なんざへとも思ってないだろうよ。ちょっと待ってくれ。その子供ってまさか。待て、お前知らなかったのか。てっきり俺はお前はジップの仇に取り入って首を取る魂胆とばかり。どうやらお前の耳に入れるべきじゃなかったようだ。この話は忘れろ。これ以上苦しみたくなければな。種まきは済んだな。あとは花が咲くのを待つだけだ。進むぞ光秀。天下一心をなすまで歩みを止めてはならぬ。それが俺たちのなすべき正しきか。そのためにくすぶる火種は余さず絶やさねばならぬ。たとえ天魔と揶揄されようとも、俺は徹底的に乱世を壊す。たとえその過程で無垢な花がすすけようと。それでも先の世に希望をつなぐことはできる。正しきを貫く。そのために俺は刃を研ぎ続けた。
すべては天下一新をなすため。その子俺にも背負わせてくれ。これを鳴らせばもう戻れぬぞ。覚悟の上だ。で、あるか。